根室本線の新徳から富良野まで、廃止の1ヶ月前、2024年2月19日に訪れました。朝日新聞のインタビューに答え、私の訪問目的が記事になりましたが、昨年、東鹿越駅を訪れ、その時、立ち話をした人から。トンネルを抜けて見える金山湖が最高。私はここが一番好きな区間です。という話を聞き、廃止になる前にその景色を確かめたくてここを訪れました。1984年に普通客車列車で通り抜けた区間ですが、記憶を確かめる旅でもあります。新徳から東鹿越は、2016年からバス代行区間となっていますが、根室本線の旧線沿いを行くので、かつての日本三大車窓の仮勝峠を眺めることができます。それでは、2024年2月の新徳から滝川までの旅をご紹介いたします。
も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。普通列車滝川行きです。ワンマン運転のためお降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は両替機をご利用の上釣り銭のいらないようご用意ください。携帯電話はマスモードに設定の上通話はお控えください。車内は禁煙です。車内で不審物や気がかりなことがございましたら乗務員へ声をおかけください。また SOS ボタンの位置を確認いただき緊急事態が発生した場合は SOS ボタンを押して乗務員へお知らせください。次は金山です。山部です。運賃は運賃表示器でお確かめください。ご確認ください。
信表示器でお確かめください。立川行きです。電力線をお取りください。